はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。庄司様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。衆院東京18区女性候補募集、18区を含む三多摩地区に女性候補者がいないことを受け、積極的な女性候補者の擁立のため女性候補者の公募となりますと。三多摩地区に女性候補者がいないのがなんか問題あんのかって話なんですけどね。募集した結果男ばっかり来ちゃったでも別にいいんじゃないでしょうか。女性はダメよ、いうのも差別ですし、男はダメよってこれまんま、男はダメよ、女性限定で、候補者募集してますからね、衆院の。公然たる男性差別やってんな、立憲あたりかなと思ったら自民党でした。自民党でした。LGBT 法に熱心な自民党のことですから、竿付きでも、心は女よって言えば政府多分、公認してくれるはず多分、だと思います。日本改革党もですね、以前は男性のみ募集してましたけれども、柄悪い集金人と、怒鳴り合うことも予想されているのかと。現在は下請け集金人がいなくなったので、クビになったので全員、女性も手を挙げてください。よろしくお願いいたします。日本は超個体である。英語版 Japan is a super organism電子版が挿絵付きで販売開始いたしました。まあ、Amazon 電子版ですけど、英語版から先ね、挿絵付き、この挿絵は私がデザインしました。BL テイストね、デザインしました。絵師さんに書いてもらいました。有料で。カラー表紙1枚と白黒6枚だったような、白黒6枚の方も BL テイストになっております。いずれ日本語の製本版、紙の本版出ますんで、ちょっとお待ちください。外国人さんに勧めてください。英訳本ですから。外国人さんにとっての疑問、なぜ日本人はチップももらわず、笑顔で接客してくれるのか。これね、一般店ではチップあげないとニコリともしないらしいですね。ホテルみたいな、まあ、高いとこは別なんですけど、一般の店、食堂とか、レストランとか、チップあげないとニコリともしてくれない。なぜ日本人は店員さんのために食後の皿を整理するのか。外国人こんなことやんねえんだって。日本人しかこれやらないそうであります。なぜ無人販売所が成立するのか。災害の時に略奪や暴動が起きないのはなぜ。こういった疑問がですね、腑に落ちる本となっております。お知り合いの英語圏の外国人さんに勧めてもらえると嬉しいです。まあ大体日本に来てるような外国人さんはみんな英語読めっかな。動画説明欄もっと見るをクリックしていただくと、そちらにAmazon のページに飛ぶリンクありますんで、そちらからよろしくお願いいたします。昨夜のニュース、不適当な経費192万円が見つかったので除外した。領収書ねえし、コラボが言ってるだけだけど、経費総額は2713万だった。2600万円の事業を113万円の持ち出しでやってくれたので返金はなし、領収書ないけど、実質お咎めなしのゆるゆる裁定を下したのはですね、都の監査医ではなくて福祉保健局がお気持ちを述べただけだったみたいであります。つまり、俺は悪くない、コラボが領収書拒否したので仕方がない。まあ逃げに入ってるって感じなんですけども、福祉保健局が出した書類をですね、元に監査はこれからなんて、監査員が都議員とか村木厚子の仲間入ってんで、全く期待できませんけれども、福祉保健局の意見はですね、全くその通りにする可能性も多分にあります。監査員も。お咎めなしを受け、ひまそらさん。コラボ幹部8人の食事代が1人8300円で計上されていて、それが事業経費っておかしいだろ。若年被害女性を救う事業には1人8300円の飯を食わないと
やってられないみたいな、自称2713万円の経費のうち1000万円分以上の領収書提出を拒否って何？コラボが拒否したそうであります。エアコン購入代でパソコン買ってるのとドライブレコーダー購入費設置費用の虚偽記載も不問って明らかに一般社団法人法第342条7項次のいずれにかに該当する場合には100万円以下の科料に処する、もしくは記録すべき事項を記載せず記録せず虚偽の記載もしくは記録をしたとき、違反だろうと、などなどお咎めなしには無理がある内容だった模様であります。エアコン代っつってパソコン買ってやがったって、さらにひまそらさん令和3年の若草ボンドパップス令和4年の若草ボンドパップスコラボ、会計の若草ボンドの9件ほどの住民監査請求中だそうであります。これが通ればまああの住民監査員による監査が入るんですけれどもまあまああの監査員もデタラメだかんなちょっと期待できないですね。住民訴訟をこれから9件起こす、もちろん昨日の結果を不服としてでしょうね。望月磯子を訴える何で訴えんだろう、名誉毀損かなんかかなあるいはデマこがれて、信用が毀損されたとかそんな感じなんですかな。名誉毀損訴訟の IP 開示が何人か通ってると、つまり裁判に行けると法廷で会いましょうだそうであります。ネットの反応です。だがしかし NHK だんまりとりあえず都民ファースト都知事は完全に YBPC WBPC と癒着しています。癒着してなかったら逆にびっくりだぜ。うん知ってた。エアコンがパソコンで OK とはエアコン買うで申請してパソコン買ったは法的にアウトだからな。それでもとは OK 出してんだよな。一人当たり8300円って普通に考えてお酒飲む場所だと思うけど、最高裁まで行く気満々だしその頃には知事任期切れ政界引退で逃げ切りそう、今70でしたっけ小池百合子71だっけ、いかにもその線あと1年半任期ありますけれども、まあ、最高裁まで行くとしたら、まあ、何年もかかるんだろうな。真面目に都庁で働いている人がかわいそう。内部告発しねえ時点で同罪、まあ、かわいそうだっちゅう都の職員に対してね声を上げて断罪しない時点で同類、反旗を翻さない時点で同罪や。都がグルだったなんてびっくりだな。あの事業実績で交通費68万円はやばすぎる。まあ沖縄とか行ったりしてましたからね沖縄、領収書提出拒否って狂気、宿題しましたが家に忘れましたじゃね。これで背任で刑事事件かあるで、刑事事件となったらエリートの当職員さん留置所拘置所耐えられかな。風呂は留置所は5日に一遍だで、しかも15分とか決められちゃって、拘置所は3日に一遍だで、15分これも15分以内に上がれやなんつってのんびり使ってる暇ないですからね。体洗って頭洗って終わりですからね。留置所では弁当とパンばっかりであったかいものは全然食べられません。拘置所行かないとあったかい味噌汁とかは飲めません。コラボ個人情報が記載されているので領収書提出拒否って、言った模様であります。本来なら党が直接行うべき事業をですね下請けでやってるだけなのに元請けである党にも知られてはまずい個人情報って一体何なんだ。領収書に載る個人情報って〇〇様ぐらいしかないんじゃないの。元請けにも知られちゃいけない名前ってどんな闇抱えてんだって話ですよね。議員時代はですね政務活動費が出てましたけれども領収書ないのなんて通んないよ政務活動費で。一般の確定申告だってそうでしょう。
まあ、領収書ガサッとは税務署に出しませんけれども、取っといてね、政治団体日本改革党は、総務省に収支報告するんですけれども、領収書は添付しませんけれども、保管する義務があります。5年だったっけかな ?7 年だったっけかな。で、出せって言われたときは、出さないといけない義務があります。これ拒否なんかできませんよ。結論、領収書拒否でも問題なしはありえないっちゅうことなんですけどね。私の目から見てもね。都知事定例記者会見で、産経記者はですね、このコラボお咎めなしについて、都知事に質問しておりました。小池都知事、国の事業を都がやらされてるだけ、そもそも国の事業だし、必要があれば他3団体も調査するが、都も忙しいんだよね。だそうであります。逃げに入った、一般意見、のりこが逃げ子になったな。都知事ってバカしかなれないの。各所に架空の領収書ひねり出すくらいの真似はするかと思ったが、まさかの超パワープレイ、まあ、強引だってことですよ。強引に問題をですね、なくそうなくそうとしてないが、そろそろ嫌気がさしてぶちまける都の職員が現れそう。次のイベントは住民訴訟、まあ、行政訴訟ですね。若草ボンドパプス、住民監査請求結果ですかね。やっぱそうですよね。おかしいですよね。監査さしますってなるか、全く目が離せませんね。このところですね、何せ記事が膨大でコラボ関係。脳みそ私も疲労気味でございます。ぼーっとしてると、住んでるとこに納税されてしまうんですね。ふるさと納税。今年の川崎市の流出額は125億円と見込まれている。危機感を募らせ、クラウドファンディングで金集めるって発表しておりました。川崎市、一般意見、ヘイトスピーチ条例で日本人を冷遇した結果、お礼をキムチにしたのになぜ。日本人差別しているところに金払いたくない。返礼品のチョイスとは関係なく、川崎市に納税したくないって気持ちが市民にあるってだけの話。川崎市にですね、住んでて何も手続きしてないでぼーっとしている人は、川崎市に納税されます。で、キムチはもらえません。なんと残念なことに、そういう人はね。そりゃ住民に日本人が少ないから、見事に法則発動していると。自治体がクラファンって不勉強ながら私聞いたことないんですけど、普通にですね、市に寄付してくださいじゃダメなのかな。クラファンは手数料高いって聞きましたけど、どうなんでしょうね。私が調べたクラファンサイトはですね、まあサイトによって違うらしいんですけど、商品開発のための資金集めは 25%。たっけー、日本ユニセフぐらい取りますね。アイディアや挑戦については17% だったけど、川崎市が構築したサイトと決済システムで集めんでしょうかね。まあ、法則発動っていうのが、当たってるとは思いますけれども、立憲冷や汗、日教組加入率、過去最低。まあ、日教組って、立憲の支持団体、自治労と並んで巨大な、204,407人、日教組メンバーがおりまして、で、公立の先生が101万人、加入率 20.1%、過去最低だそうであります。一般の意見、日本の元組織、社会の授業で教師が反問店に行った時の映像を見せられた。中学の頃、何の説明もなく、いきなり音楽の教科書に白紙貼らされてから不信感しかない。これ、君が代部分に、貼らされたのかな。ここに貼りなさいにしてね。労働環境改善そっちのけで政治活動ばっかり。教師って100万人もいるのか。パヨの巣窟、組合費取られるだけだし。日本衰退の原因、早く消滅してほしいな。46年間、連続低下。加入率、だそうであります。もうやめちまえ。組織として、破綻してからやめちまい。朝日新聞がなくなるのが早いか、
日記要素がなくなるのが早いかと、自治労同様にね、そもそもが公務員の労働組合っていうか、公務員は労働三権認められてないんだから、労働組合作ってもやることないだろうが、団体交渉権とか、あとなんだっけな、集合権でしたっけ、団結権か、団結権、あと労働組合を作る権利だっけ、忘れちゃった、労働三権って、それねえんだから、団体作ったってやることねえだろうが、教師がですね、賃金上げろとか言ってでもできるわけでもなし、あと雇用側、この場合は自治体ですかと、賃金上げてくれませんかって交渉できないんだから、交渉権ないんだから、なんであるのか分かんない組織ですよね。何年か前にですね、日教組の会長が組合の金で毎月100万円以上もキャバクラ通いしてて、まあクビになってたけどね、組合費取られてる側はたまったもんじゃないですよね。上がこんな、経済を活性化するために毎月毎月100万円以上もキャバクラに行って、会長が、うわ、肝。新卒の加入率は 17% もあるそうであります。22歳がなんでだよ。どういう組織か知らないの、わけもわからず入れられちゃうのかな。数年前、山梨県は 100% 加入させられてました。これ先生になる条件が日記要素に入ることって、これも憲法違反だか法律違反だか何だか違反になるんですけどね。越石、東、越石、東だっけ、あいついたとこ、もう亡くなったんでしたっけ、元民主党の参議院議員、改善されたんでしょうかね。日本にいるくせに日の丸君がよが嫌いとは、なんでよそいがねえのか不思議でならない矛盾した存在なんですよね。にしても46年間連続右肩下がりが止まらないっていうのは笑いました。最近はパヨさんたちの平和活動かっこ防衛妨害活動が白い目で見られてるようで、ロシアウクライナ見てたら当然かもしれないですけど、南日本新聞、奄美駐屯地一般開放の旅にですね、奄美にミサイルはいらない、のぼりを掲げて防衛妨害してきた城村則文70歳さん、見物客に目障りと言われることも、安全のための活動がなぜ敬遠されるのか、なんてことをこぼした、他の人に邪魔だよ、見えねえだろ、言われてんのかな、70歳にもなって。一般の意見です。お前らが危険だから、工作員じゃないかと思っているから、他人のイベント邪魔するより自分たちのイベント開きなよ。本気で正義の味方のつもりなのか、ミサイルは人民軍の侵攻の邪魔だもんね、備えをやめろという不思議な連中、防衛放棄して安全とか意味不明、お前らがやってんのは安全のための活動じゃないからだ、最も安全なのは核保有と、今日もですね、奄美にミサイルはいらない、のぼりを掲げ奄美の平和を守ったのであった、感なわけないですよね。なわけないですよね。またね、戸締まりしなければ安全だみたいな、防衛しなければ攻められないみたいなことを言ってんですね。70年の人生でそれ間違ってますよって誰が教えてやんなかったのかな。素でやってんだとしたら洗脳って恐ろしいですね。スパイ革新犯だったら、まあ人民軍の利便を図るためにやってんでしょうね、この70歳はね。安全のためにやっていることがなぜ敬遠されるのか、なあ抜かしてんだかね、もう、困った70歳ですね。この動画、私の動画見てらっしゃる70歳ぐらいの方はエリートですから、まあ言えばわかんだよな。こいつもあれですかね、バカほど自己評価が高いっていうダニングクルーガーで、それ間違ってるよって言われても何を言っている、賢い私がそう言うのだぐらいに思ってんですかね。なんか無駄な人生で
哀れであります。というわけでメール当院さん大募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックなさって、そちらからご登録ください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。